うわうわマジか。うわーすごい見て、うわー、はい、どうも、今日はですね、タイトルにもあるようにネリーさんを全力で癒していきたいと思います。最近ね、ちょっとストレスを抱えてるんじゃないかなってことがちょっとあったので、今日はね、精一杯癒してあげてリフレッシュしていけたらと思います。今日はリッツカールトンでステーケーションして、もう最高の癒しをですねプレゼントしていきたいと思います。今ね、ちょっとチェックインだけしてもらってるんで、また後でお部屋の方に向かっていきたいと思います。やば、すごいね、うわうわマジか、すごっ。あ、こっち C サイド？ C サイドじゃないもんね。うわ。あ、すごっ。ちょっと座って座って、見せつよ。すげえ。うわー。すごい、なんか。うわ、すごっ。映え。やば。すごい。うわーすごい、見て、うわー見て、あ、水水水もある、うわー、ねえ、ワンマンナイト来たいね。じゃあちょっとバズルーム行くよ。すごい、あー来た来た来た、すごいよ。あ、そうね、もう当たり前に鏡張りなんやね。でかいし、鏡見て、スリッパ、スリッパ、あ、これがもう、あ、トイレね。すごっ、やばいね。夕日とか綺麗よね。ねえ、サンセット綺麗そうやね、ここね。じゃあこっち座って。はい、ということで、ちょっとプールも終わってね、落ち着いたんで、ちょっとディナーの方に入っていきたいと思いますが、見てこれ。めちゃくちゃすごい景色。もうレストランもすごいね。トゥモローブレックファーストもここかな。はい。ね、オッケー。うわ、すごい、見て、やばい、あ、すげー、見て、焼きたてパン、匂いやばい、相当ナイススメルよ。わあ、すごい、なにこれ、タコ、タコやね、タコ、オクトパス、わあ、すごい。てかさ、景色がやばくて、ハゲ気持ちいいね。うわ、すごい色やねこれ。はい、じゃあ乾杯しよっかね。じゃあ今日は一生懸命癒されてください。はい、乾杯。おいね、もうバターもべっとりつけていかん、もううべったりつけて、もう癒されて、バターに、うっ、じゃあ聞け、どう焼きたては、おいしい、うん、あ、そっちパンはうわ、そうつけて、いいね。
癒されろ。よっしゃ、いや、くれ、口いっぱいにタコが入ってる、たこ焼きの出来上がりです。どうした、たこ焼き。たこ焼きの気持ちになって、見た目はもうバッチリだから。すごいね、カーテンが上がったらもう、もう3セットやね。すごい、おい、うわぁ、このリブアイがくぅ、たまんねぇ。このニンニクがマジたまらん。危ない、危ない。危ないじゃなくて、早く食べろって。ダもういいから食えって、早くもう。すっと切るね。いいって反応が早いんだよ。うん、牛、うん、まあね、プールでいっぱい運動したからね、お肉食べて、うん、癒されて、うん、見てこの景色、もう夜やね。ねえ、わ、本当だ、いいね、この片割れ時が一番いいよね。カールトンチョコレートケーキ、早いって感想が、早いのよ感想が、美味しい、顔が言ってるよ。ということで、次の癒しスポットでマッサージに来てみました。気持ちいいですか？グッ、うん、僕はフットマッサージやね。今ショルダー終わって、これからフットマッサージやね、うん、はい、頑張りましょう。ということで、マッサージも終わって、これからホテルに戻っていきます。だいぶ癒したと思うんですけども、最後にですね、もう一仕上げやっていきたいと思いますので、それまでやって、ちょっとまあ今日は寝たいと思います。では参りましょう。はい、それでは最後の癒し、バスタイムの準備の方に移っていきたいと思います。で、今回はですね、入浴剤の方もちょっと準備しまして、こちらですね。さあ、どの入浴剤をしようかなと思うんですが、まあ、癒しプランナーの私からすると、そうっすね、別府ですかね。この別府の入浴剤を使っていきたいと思います。この塩もですね、ちょっと合わせてで、お風呂を楽しんでいただきたいと思うんですが、さらにこちら、本日はですね、シャンペンも準備しておりますので、こちらを風呂入りながら飲んでいただきたいと思います。で、そのおつまみもちょっと準備しまして、こちらのカラムーチョとスッタムーチョですね、これをおつまみにシャンパンを飲みながらバスタイムということで締めていきたいと思います。全力で休みはふさわしい締めだと思うんで、しっかり休んでいただきたいと思います。おはようございます。今朝の7時なんですけど、ちょっとエアコンが寒すぎて、ちょっとプールの屋外、ちょっと外に出てきたんですけど、もう朝でめっちゃ景色良くて、もう感動してます。見て、もうやばくない？昨日はね、あれからネリーさん1時間ぐらいお風呂楽しんでもらって、シャンパンもすごい喜んでもらって、
でだいぶ癒されたんじゃないかなと思います。今もまだ寝てますけどね、まあ、この後、まあ、僕はちょっとプールで運動して、まあ、朝食ぐらいでちょっと起こして、チェックアウトが基本12時なんですけど、昼の2時にしてもらったので、まあ、2時まではゆっくりして戻りたいと思います。チェックアウトまでね、全力で癒してあげたいと思います。はい、ということで今から朝食なんですけど、エリーさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。すごいね、この景色も見て、ここで朝食っていうね、最高よね。じゃあ食べていきましょうかね。すごい、あ、これちゃんと焼けるんだね。サラダコーナー取っていっていいですか。ドーナツがある。ああ、そうね。ねえ。あ、焼きそばもあるね。わ、美味しそうやん。あ、好きなやつだ。うん。はい、それを食べていきたいと思います。で、こういう時にね、ちょっとビュッフェのセンスが出るよね。ニリーさんは比較的シンプルな。わあ、そばうまそうやね。うわ、見ても最高の景色やば、美味しそう。うん、いいね、美味しい。うん、頭がこう、うん、食べるすぎていいよ。うん、うん、いいね。眺めよね、このアングル最高よね、マジで。こっち向いて。はい、ということでこれからチェックアウトをしていきたいと思うんですけども、今回ですね、エリーさんを全力で癒すということでステーケーションやってきましたけど、どうですか。リラックスできましたか。リラックス、またね、次回別のテーマでステージケーションもやっていきたいですし、また別のテーマでネディさんをですね、リラックスさせていきたいと思いますので、これからもちょっとストレスかけることもあるかもしれませんが、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、バイバイ。乾杯。うまそうやね。うん、エクナル、ぐじゅぐじゅっとして、うまそう。いいね、あんた。おいしい？